ちらが我が社で開発しました畑の万人ロボです。音、つぶて、花火で動物を威嚇します。鳥獣被害に悩む農家のために誕生したロボット、イエスものづくり。今回は飯田市の三笠エンジニアリングを紹介します。自動機器の設計から製造までを手掛ける三笠エンジニアリング、去年から販売しているのが鳥獣撃退装置、畑の万人ロボです。かかしは動きませんね。私のところは動くんですよ。旋回するできるから旋回こうね、超音波を発信して擦らせないようにすると、どうしても来た場合は今度は赤外センサーで動物をキャッチしたら花火の音と犬の鳴き声を出して擦らせないようにすると、それでも来た場合は今度はつぶてを発射すると自動 でそれでも来た場合は有人でボタンを押せば花火が自動で点火されます。それが畑の万人ロボのシステムの全てなんです。鳥や獣の撃退には電気の柵が多く使われていますが、このロボットにはそれをしのぐメリットがあるといいます。山の中とか谷がとか川がありますが、それができないんですよね。私のところは超音波出して音波でバリアを張ると、電柵よりもうんと安くできるんですよね。撤去と設置が簡単にできると、移動式ができると、それがメリットで、アイデアを自社の技術力で製品化する、スタッフの熱意はとどまりません。今頼まれているやつは鳩の口外が大きいんですよ。鳥用をベランダのところに置いとけばね、来ないというようなものを作ってやろうと思って今開発してますが、やっぱりよそが真似できるものをね、世間の皆さんにね供給すると、安くね便利なものを、それがポリシーなんですよ、うちの会社の。Yes.